けしていきますよ。 DS-185ER、点検ですね。今回はカーボン落としとかね、そういうのをやらせていただいてございます。喋りはいらないって感じですかね。この音でね、十分そんな感じが出しますが、どうでしょうか。ここのところですね、まあ、昨日もちょっとうちに中古車がね、あとまあもちろんあの未使用車もあるんですけど、ちょっとね、はい。で今日も電話がありまして、九州の方ということでね、そうするとメンテナンスはやはり地元の方でやるしかないですかねとおっしゃるんで、まあうちの方に送っていただいてもいい、それじゃねあまりにもあれですから、はい、そうですね、ということで、ちょっと検討しますって、ね、っていうことですけどね、はい、あと金額的なものがね、ちょっともうだいぶ高くなっちゃったんで、それでちょっとあれですよね。難しいところはあるんですけども、そうは言ってもね、まだ買えるっていう、はい、もちろん中古になってしまうと、まあ、ただの中古なのでね、まあ、その点未使用車っていう、まあ、新車っていう表現はちょっとね、あの控えさせていただいてるんですが、まあ、そういった意味で、まあ、80年前後ですよね、80年代、まあ、70年代か80年代のに販売していた車両とほぼ同じものが新車で買えてしまうっていうのは、これはたまらないですよね。だから CB7 半 F とかね、あの辺が新車で買えるっていうような感じじゃないですかね、まあ、ただあれはフォーストですからね、まあ、ツーストとの違いっていうのもありますが、まあ、フォースト、まあ、ツーストね、じゃあ、まあ、今買えないのかっていうとね、もちろん KTM だとかハスクバーナーとかね、ヨーロッパのメーカーの最新型のツーストっていうのはあるんですけど、だからツーストっていう意味だけであればね、そういった車両に乗るっていうのが一つのね、あれですけど、ただやっぱり当時の昔のもののやつに乗るっていうかね、新車っていうんでしょうかね、そういうことを考えるともうチャンスはもうないのかなっていうね、残ってる車両だけなのかな、そんなことはやっぱり思うわけですけど、まあ、そうは言ってもまだ20代30代は多分いろんなお店にね、はい、全部合わせればそれぐらいはあるんじゃないかと、思ったりするんですけど、まあ、飛ばしてどうのこうのとかそういうバイクではないですかね。ただこう流していてもね、でちょっとスロットルクッと開ける感じで加速したりして楽しいですよね、この音とね。でもちろん例えばね、ブレーキが効かないだとか、やれ高速走行がちょっとどうのこうのとか、
まあ、そういうことはねなかなか難しいんですけどね、全部をねこう網羅しているような車両っていうのはなかなかないですから、まあ、現代のオートバイに乗ればそういうのは全てねあれなんですが、ただこのツーストのね振動だったりサウンドだったりこれはやっぱり味わえないわけですから、まあ、どっちを選ぶか、そうなるとやっぱり何台かを持ってですね、はい、っていう感じにもなってしまうのかなと思いますが、どうでしょうか。なんかそんなね、ベン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 って走ってるだけでも結構楽しかったりしますよね。アイドリング大丈夫ね。やっぱりミラー見やすいですね、まあ、通常上についてるじゃないですか、それをねこの下にちょこっとつけるタイプ、ちょうど脇の下からね後ろ見えるんで結構見やすいんですよね。でこの辺なんもないとちょっと最初違和感感じますけどね。危ないね膨らんでくる、ね、やっぱり、うん、楽しいわ。ちょっと一回りだけねさせていただきましたけど、だいぶこれハンドル起こしてますね、はい、インジケーター見えないちょうどねバーで隠れちゃった、はい、簡単に一回りしてみましたがいかがでしょうか、はい、うん、やっぱりたまらんですな、はい、このツーストのね、はい、